ウィリアム・リチャード・トルバート・ジュニアは、リベリアの政治家、同国大統領を務めた。1913年5月13日に、リベリア西部、モンセラード・グンベンソンビルで、アメリコ・ライベリアンの子として生まれた。彼の祖父は、アメリカのノースカロライナ州チャールストンからリベリアに渡った人物で、彼の祖父と家族は1879年に、リベリアに入植した、解放奴隷である。 4人の子供がおり、トルバート・ジュニアはその中の一人だった。20人以上の子供がいたため、トルバート家はアメリコ・ライベリアンの中で最も大きい家族の一つだった。彼はバプティスト教会の牧師で、ウィリアム・タブマン大統領の下で副大統領を務めた。1971年に入院先のイギリスのロンドンの病院でタブマン大統領が死亡すると彼は、 カブマンの後を引き継ぎ、リベリアの大統領に就任した。1975年10月には、彼は国内唯一の合法政党である保育党の公認を受け無投票で大統領に再選され、1976年1月から8年の任期が始まった。トルバートはソビエト連邦や中華人民共和国などと相次いで国交を結んで、東側諸国に接近した。 しかし、4年後の1980年4月12日、アメリコライベリアンの支配に不満を抱いていた、リベリアの先住民部族出身のサミエル・ド軍曹を中心とした志願兵による軍事クーデターが起こり、トルバート大統領は殺害された。トルバートはベッドにいるところを、ド軍曹の軍人グループ17人によって、銃剣で体を八つ咲きにされ、 彼の内臓は中庭にいる犬やハゲタカの餌として投げ捨てられている。また、トルバート政権に仕えていたトルバートの弟のフランク・トルバートを含む13人の交換らは、片だけの裁判の後、シュトモンドビアの海岸で銃殺刑された。これにより、1878年から100年以上の間、 同国の政権の座にあった保育党と同等の主な支持基盤だったアメリコ・ライベリアンによるリベリア支配は終わりを迎えた。トルバート政権の閣僚のうち脱出できたのはわずか4人だった。トルバートの妻と子供たちは南京から解放された後アメリカへ亡命した。コートジボアールのフェリックス・フェイ・コールボワニ大統領とブルキナファソのブレイズ・コンパオレ大統領とは 親戚関係にあった。ウフェボワニの幼女の娘デイジー・ドラフォスの夫であるアドルファス・ビートルバートはトルバート元大統領の義理息子であり、またコンパオレはアドルファス・ビートルバートの死後、未亡人となったデイジー・ドラフォス・トルバートと結婚した。このため、ウフェボワニとコンパオレの両大統領はトルバートを殺したサミュエル・ドーに対して、 個人的な恨みと憎しみを抱き、銅に対して反乱を起こしたチャールズ・テイラーを支援した。結局、1990年に銅はテイラーと決別したプリンス・ジョンソンにより殺害された。ありがとうございます。